ビルソルは国際的エネルギープロバーダーとして各種規模の太陽光発電所の計画、融資、建設及びメインテナンスに特化している。同社はドイツに本社を置き、またブラジル、スペイン、イタリア、イギリス、ベルギー、スイス、カナダ、アメリカ、中国、マレーシア、モルジブデシ社と事務所を設立している。 同社はソーラーエネルギーに関する全ての技術的及び商業的なサービスを計画段階から据え付け、メインテナンス、そして融資に至るまでカバー。また、同社の強みは、住宅、工業用、ソーラーエネルギー投資に向けの太陽光発電所、関連商品及びコンプリートシステムの取引、運営メンテナンス、ハイブリッドシステム、ディーゼル代用システムなど、 ビルソルは、マーカスビルと、ハンスビルと及びステファン・リエルによって、2003年2月に、ワグホーゼルで、設立、太陽光発電に特化。同社は2007年に、事務所近くのブルーレインにソーラーテストパークを作った。12ヘクタールの総面積は当時、バーデンビュルテンベルク州における最大ソーラーパークと、位置づけられた。2010年の、役員は、 当社創始者のマーカスビルトとステファン・リエルから、その後、ベルント・ケナ、最高財務責任者及び、ニコラス・クレイン、国際金融商品、メガソーラープロジェクト及び国際マーケティングと、コミュニケーション担当の2人が加わった。2010年4月に、同社は、第1レースで有名なドイツ、ホッケンハイムリンク848.88、KWP の太陽光発電システムをインストール。 405メートルのレーストラックに沿って4716枚の太陽電池モジュールが設置されている。2011年に当社は3億1700万ユーロの売上高に遂げた。そしてウィソールはベルリン近くのミックスドーフでその年最大のプロジェクトを完成した。この 24.1MWP のシステムは81ヘクタールのロシア軍用燃料貯蔵所を再利用。 同様に2012年にはブランデンブルクで昔のあるのという軍事空港を利用して 21MWP の中をソーラーパークをグリッドに接続。ビルソルは世界中6200カ所以上の太陽光システムをインストール。これら創業中のシステムは毎年18万トン CO2 を減少。さらにアジアとのビジネス関係をさらに強化するため、 ビルソル共同創始者のステファン・リエルはドイツソーラーセクターの最高責任者として中国・北京に移住しビルソルソーラー技術有限会社を設立。ビルソルは様々なプロジェクトの提供者として世界中で活躍。また同社は REM と共同してビルソル RE モルジブという合弁会社を設立しモルジブの6島で発電所を建設し電気は 病院と学校に供給されている。さらに、ビル・ソルは、スペイン、イタリア、ベルギー、コロラドに、事務所を置き活躍中。2011から2012ブンデスリーガサッカーシーズン、以来、ビル・ソルは、TSG1899 ホッフェンハイムの、正式なスポンサーとなっている。ジンスハイムで、ビル・ソルは、ワイサル・ラインネッカー・アレーナにその名称を与えた。ホッフェンハイムは、 ここがホームとなっている。ありがとうございます。